チームの活動でも始まってて、試合も何試合かやってて、はい、まあ、コンディション的にはいいのと、みんなに比べたら自分は割と1時間半とか近い距離だったので、はい、コンディションの部分はいいと思います。すごい久々だったので、ジュンシーズンが始まってこう体重が整っている中でこう呼んでもらえたので、その中でこうしっかり結果を残して、あといいプレーヤーみんなから引き出したいなという気持ちで感じています。アメリカ代表の知ってる選手とか何人かいて、レベル高いボリューグの中でやってて、はい、こうそういうのもこう結構見る数も多いので、その強いチームと一緒にこう戦えるのはすごい機会だし、オリンピック前にそのような強豪国と戦えることで、自分らも少しずつ成長していけるかなと思います。スポーツの祭りっていうイメージなんですけど、こうすごい大きな大会で、それを通してもっと参加してもらえたり、こういいプレーでまたワールドカップで日本が優勝した時のようなこういい雰囲気にでいけたらすごく、アメリカにも自分の住んでるところにも何人か日本人がいて、はい、やっぱアメリカってこう日本と違う地で日本人の方たちと応援している方たちが集まっているので、すごい力になります。チームメイトには州か州が大和の和と州がって言われたり、州って日本州と思います。音楽聴くのがすごい好きなので、はい、友達とこう音楽をシェアしたりとか、あとは音楽聴いたりとか、たまにワイク選手と石川リオン選手、長野風花さんとか、こうみんなそれぞれ違う環境でやってて、自分はアメリカの大学でやってるんですけど、こうみんなはこうヨーロッパのすごいいろいろ高いところでやってて、環境だったりとか、カルチャーの違いとか共有したりとかして、授業は難しいんですけど、まだ、少しずつ慣れてきたなと思います。基本は、朝早くから練習してから授業が形づくってきます。自分も大学がまだあって休ませてもらってて、課題とかがすごい多いので、はい、今日もこう大学のこうアドバイザーの方とミーティングとか課題があるので、こう課題に使えたらいいかなと思って、ヒカルの時にこうチームメイトとコミュニケーション取れたりしたら、ご飯食事の時とかコミュニケーション取れたらいいなと思います。そうですね、まだ僕があって結構晴れたんですけど、今はもう収まってきてて、今日も全体で動いて、そんなに痛みもなくやれたので、試合に向けてしっかり調子上げていけたらなと思います。かなり晴れてましたけど大丈夫？はい、その日結構晴れたんですけど、今は本当に多分ちょっとぐらいしか分からないところだったので、大丈夫かなと。やっぱりオリンピックに向けて、18人というところで選考もあると思いますし、その中で自分がこの世界の強豪相手にどれだけやれるかというところで、自分自身もチャレンジだと思ってますし、最大限のパワーを出して、ね、チームに貢献したいなと思います。やっぱりスピードだったりフィジカルというところでトップだと思うので、その相手に対して自分がどれだけやるのかっていうところはしっかり試したいなと。本当に今この場所で今自分自身がの立ち位置があって、チャンスはチャンスだと思ってますし、しっかりそれを掴んで自分も中に行きたいと思ってるんで、ここが勝負かなと。可愛くて、試合も会いに来てくれるってことだったんで、しっかりとパワーをもらって頑張りたいなと思います。あだ名は、ヒカルとかユイさんは、キャタとか
それはどういった世代かと、まあ、結構まあアンダー世代が一緒なんで、はい、その時に付いたあだ名なんですけど、なんか一緒にやってきたんで、はい、それでまあ北川とかも呼んでて、北川が行って、それを、はい、まあ、ゆいさんも呼んで、まあでも本当にアンダー世代からみんなやってきてる人も多くて、はい、全体的にみんな仲いいんですけど、まあ、やっぱりゆいさんはなんだろうな、オフでもオンでも、まあ、ずっと一緒になんかいられるというか、はい、あの面白かったりするし、プレー中はすごいやりやすかったりするんで、まあ、代表でしか会えないから、まあ、自分はそれに向けて、まあ、頑張ろうと思えるし、まあ、今こうやって会えてるんで、まあ、一緒にいるかなと思います。オフの時はふざけてばっかりですし、はい、だろうな、わしゃわしゃしてますとりあえず、はい、趣味は趣味なんだろう、今はそんなにないんですけど、カフェに行ったりしてゆっくりしてヘッドホンとか買ったんで、最近は一人でお店に行ったりするだったり、みんなで、まあ、話しながらコミュニケーション取りながら過ごすんじゃないかなと。まあ、私自身は週末、まあ、金曜日試合だったということと、まあ、チームより1日早くアメリカには入れているので、はい、まあ、本当にあのいいコンディションでというか、まあ、もちろんまだまだですけど、いい状態で、まあ、今日の練習にも臨めましたし、まあ、これからまだあと4日あのいい準備をして本当にいい状態で試合に臨めるようにしていきたいなと思います。うん、そうですね、まあ、やっぱアメリカは本当に、まあ、女子サッカー大国というか、やっぱそういった国ですし、必ず世界の大会に出てきて、なおかつ本当に上位に来る国で、まあ、やっぱり常にまあやっぱ強いチームっていう印象はすごくあります。あんま正直ないですけど、まあそうですね、自然と、まあ、声が大きいので自然とそうなっちゃうのかなっていうところはあります。いや、本当にみんなで本当に苦しみながら掴み取ったこの切符ですし、まあもうここまで来たらというか、もう目標は明確なので、ね、まあ、ドローも終わってどこと対戦するかも決まって、まあ、やっぱ私たちが見据えるべきところっていうのはもうそこなので、まあ、もうそこに向けていい準備をするだけかなと思います。さきさん、何か多いですか？そうですね、コミュニジャイアンって呼ばれますけど。そうですか。中はまあ結構比較的みんないいんですけどね、まあ、誰とでも喋れるし、なんか、まあ、特に、まあそうですね、まあ、南選手はチームも一緒ですし、まあ、よく話しますし、まあ、長野選手、まあ、高橋花選手、いや結構みんな仲いいですね。いやいや、しょうもないことですよ、本当に内容のない話をしてますけど、まあでもサッカーのことも話すからとか、普段のチームのこととか、まあ本当にいろんなこと話します。予定、いや、なんだかんだね、撮影とかあってね、そんなに時間ないんですよね。なんだかんだ撮影とか、まあまあ筋トレとか、あとトレーニングとかもまあ入れながら、まあみんなといいコミュニケーション取りながらリラックスして、まあ臨めたらなと思います。はい。